んにちは、アリーチャンネルです。今回はもうすぐクリスマスなのでプレゼントの下見にトイザらスに見に行きました。それでは行ってきましょう。帰ってきました。今回ですね、トイザらス毎年のなんかおもちゃのパンフレットがあるんですけど、こちらももらってきました。今年はすごいですね。今年結構新しいおもちゃとか結構出ていました。私クリスマスプレゼント見に行ったと言ったんですけど、私12月生まれなので誕生日プレゼントにも見に行きました。いやちょっと迷ったですね。すごい迷いました。でも本当にすごい可愛いのがありました。小さい子から私ぐらいの子までのおもちゃとか、まあ他にもまあいっぱいありました。結構ね、男の子向けのはかっこいいやつとかもあるし、女の子向けはすごい可愛いのもあるので、ぜひ皆さんクリスマスプレゼントぜひトイザらス行って選んでみてください。それじゃあまたね、バイバーイ。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。そしてツイッターもやってますので、そちらのフォローもよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。バイバーイ。